あ、こんにちは。うん、あ、こんにちは。うん、もう君でいいや。は？お金欲しくないか？いや、欲しいけど取られる気しかしないんだよ。やってみよう。何を？やってみようではないか。私とやってみようではないか。何をだよ。車に乗りなさい。なんだこのやべえ車は。ほら、小娘、車に乗りなさい。はい、小娘です。車に乗りなさい。さあ、君たちにはデスゲームに参加してもらう。デスゲーム？デスゲーム、デスゲーム。僕、多額のお金をかけて。先端恐怖症なんですけど、できる？ちょっと何を言ってるかわからないけど、やりましょう。ごめんなさい、本当にハマの僕ダメなんですよ。やらない、大丈夫。本当です？大丈夫。あ、そういう先端恐怖症あるんや。あります。へぇ、今からギャンブルを行う敵同士なのに、こんな井戸端会議してていいのかな。え、敵なの？え、ギャンブルのやり方よく分かってないけど平気です、それ。大丈夫です、今からルール説明するから。まあ、ここでやりましょうか、じゃあ。もう死ぬ？じゃあ、死なない、今からデスゲームをやるから。デスゲーム、死ぬってことなんです。落ち着いてよく聞くんだ、君たち。落ち着いてるよ。おう、今から君たちにはデスゲームじゃない、ギャンブルをやってもらう。え？わかりました。ギャンブルをやってもらう。一応警察一人呼んでていいです？ダメですよ。デスゲームなんだからダメだぞ。ダメに決まってるだろ。当たり前だぞ。では、今回のゲーム。はーい。指掛けじゃんけんだ。ルールを説明する。はい。普通のじゃんけんを二人にしてもらうんだが。はい。パーで勝ったら5ポイント。おー。チョキで勝ったら2ポイント。グーで勝ったら0ポイントだ。あ、じゃあケッツーさんチョキ出してくださいよ。僕グー出すんで。じゃあ、一生ポイントたまんねえじゃん。あ、じゃあ、ケッツーさんグーです。パーで負けた場合、マイナス5ポイント。チョキで負けた場合、マイナス2ポイント。グーで負けた場合、マイナス0ポイント。それで5回戦やってもらって、1ポイント100万で換算される。あー、一旦山本さん呼ぶ？で、お金がないんだったら、ずっとグーを出し続ければいい、お前が。でもそれだと稼ぐこともできない。パーだと5ポイント、チョキだと2ポイント。ちなみに僕、この世界でのじゃんけんしたことないんですけど、大丈夫です。教える。ありがとうございます、ご丁寧に。じゃあ、5回戦行ってもらうからね。ちょっと待ってね。はい、うん。ちょっと待ってね、ごめん、歪んでる。めっちゃ歪んでる、ズズさんが。ズズさん？ズズさんが歪んでない。いいえ、パズズルです。あ、パズズルさんが歪んでます、多分。大丈夫？俺結構ぐちゃぐちゃな。もうやるよ、もううるさい、もうやるよ。もううるさい、はい、ごめんね、本当にもう。はい、では1回戦目。はい、準備できた、出す。はい、しゃ。では、じゃんけんぽん。え、入力されてるんだけど。おい、お前金稼ぎ気じゃねえか。はい、アイコなので、カウントなし。では2回戦目いきます。はい、はい、ではじゃんけんぽん。ぽん。おおー。では5ポイントプラスです。イエーイ。どっちに？ L に。イエーイ。はい、では次だ。じゃんけんぽん。はい、はい、アイコだ。ほーほー、チョキ出そうかな。じゃあ、お、いいと思いますよ。あと2回戦行くぞ。じゃんけんぽん。はいはいはい。うー、はい、ケッツン太郎2ポイント、L マイナス5ポイント。うわー。では最後。じゃんけんぽん。はいはい。あ、出た。どうした今。うん、出てるよ。何した今。5。はい、俺ゼロ。じゃあプラス5ポイント。うぅ、終了。どっちの勝ち？ L が500万、ケッツン太郎が200万獲得。これ俺めっちゃ不利じゃね、この結果。え、うん、え、これ何、パズズルさんが払うの？うん、そうなっちゃったね。ちょっと待って、パズズルさん、これ今もしかして初見プレイ？パズズルさんくれるの？うん、やっと初めて試したから。え、めっちゃ不利やん、俺。めっちゃ不利。ちょっと、ケツン太郎番号してて。え、125。1、10、100、1000、万、10万、100万。はい。L は？ 263番です。はい。ありがとう。ケツツさん、パズドルさん。はい。ずっと前から好きだったので、連絡先くれますか？嫌です。嫌です。はい。
私ズズじゃなくてパズルなので。パズルさんが好きって今言いました。だから さようなら。じゃあまたね。またね。おい、めっちゃ損じゃん。おい、ちょっとごめんね。なんかめっちゃ損じゃん。めっちゃ損やし。え、あの L ってこと知り合い？いや初めて。知らない。やりたいって言うから。あー本当？そしたらなんか全然違うか、なんかなんか全然自分ら噛み合ってなかったと。なんかなんか違う、なんかわかるこの気持ち、なんか違った。なんか違う、なんか違うね。いや、なんか違う、こういうの期待してなかった別に。いやこれ俺返すで、これ。いやいい、いい、ちょっと改善するこれ。いや、え、どうしたら損なんだ。じゃあなんか、え、何、うん、これはさ、マイナスになったらマイナスになった分をそのゲームマスターに払うみたいな感じにしたかったん、うん、あ、まあだからお互いにかけさせてアイコンになった場合マイナス100とかにしちゃえばこっちがちょっと儲かるのか。いや違う違う違う、なんでマスターが払うシステムなんこれ。お互いにやらせてさ。マイナス、じゃあマイナスになったら俺がもらうシステムなのよ、うん、じゃんけんで負けた場合、例えば、え、これマイナスで終了ってある？マイナスで終了はチョキかパーで負けまくる。あー、ちょっとマイナス10ポイントとかマイナス12ポイントになるから、うん、うちに入るじゃんか。入る入る。そう、でもこれ肝がグーで、うん、グーをあえてノーリスクにしたんだけど、グーをノーリスクにするとパーで勝った時にめっちゃ払わなあかんのよね。そうだね。いや正直ね、ゲームのルール聞いた時めちゃくちゃおもれえと思った、うん、うん。でも最終的になんか払う感じになったやん、マスターが。差額はさ、相手に払わした方がいいんじゃないの、うん、そうね、びっくりしたよね、だからね、うん、そうびっくりした。だから勝ってる人と負けてる人の差額を勝ってる側に払えばいいのか。あ、違う違う、だってさっきのだったら、うん、俺が2点で向こうが5点でしょ。そうだね。で差額で300万やん、うん、それを俺が払うのよ。あ、そうすれば、そうで、お互いがマイナスだった場合はそのマイナス分を全部マスターに払えばいい、うん、あープラスだった場合そういう風にしてってこと。そう、プラスだった場合は相手が負けた差額の分を払って、でマイナスは全部マスターの総取りにしたら、うん、マスターは1円も払わんでよくない。あー、そうか、だから両方ともプラスだった場合に限るよね。だからそれの時ってね、うん、違うのか。あ、ちょっと待って、マスターマスター落ち着いて、うん、あの、さっきの戦いだったら俺がプラス2点で向こうがプラス5点でしょ、うん、そうだね。だった場合はその差額で向こうがプラス3点勝ってるやん、うん、そうだね。そしたら俺があいつに300万払うの。じゃあ例えばケツン太郎くんが5ポイントだとするじゃん、うん、で相手がマイナス3ポイントだとするじゃん、うん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 、その場合相手が俺に500万マスターに300万。あー、なるほど。マイナスになっちゃったら俺に払って、そうそう、こっちは払わないシステム。あ、そう、めっちゃいいやん。いやだから、いや俺そうやと思ってたん最初から。うん、そしたら急に700万出すみたいなことになるから。じゃあちょっとあの子に崩されて、なんか、あ、まあちょっと噛み合ってなかった感は確かにあった。ペース崩されたそうそうそう、いやなんか最初にルール全部喋らせてあげてとかはちょっと思ったけど、まあ、うん、まあ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 、ちょっとさ、あの、うん、そのルールでもう一回やってくんない？あの、あげるからそのお金。あ、ほんま？あ、いいよいいよ、オッケーオッケー、もう一回行こう。ごめんね、なんか、いや、いいよいいよいいよ、初めてやるからさ、うん、なんかこういうデスゲームみたいなの、うん、積み上げていこう、積み上げていく、うん、あの緑の髪の子にしよう、こんにちは、うん、こんにちは。お金欲しくないですか？お金欲しくないですかって？いや、全然大丈夫ですよ、困ってないですよ。欲しいんだね、じゃあ車に乗ってください。わかりました、これでメンバーは集まりました。どういうこと？どこに連れてかれるの俺、今からあなたたち二人にはデスゲームをやってもらいます。デスゲーム？デスゲーム？何？デスゲームだ。聞いてねえぞ。お前たちには多額のお金をかけて殺しちゃってもらう。そうだ、聞いてねえよ俺。俺も聞いてねえよ、返してくれよ今すぐ。お家返して。ゲームが終わるまで返すわけにはいかないさ。なんだよこれ、誰だよ。私の名前はデスゲーム主催者のパズズルだ。パズズル、そう、パズズル、悪魔みてえな名前だこいつ。そうだ、パズズルだ。どこに連れて行くんだ。マジでこの連れて行くところも決めなきゃな、そろそろ。決まってねえのかよ。決めてからやれや。そろそろ会場を決めなきゃな。
そうだね。なんか良さそうなところがいいよね。いいよね。に決めとくんだよ、そういうのは。こんな駐車場の裏でやるの。一旦ここで駐車場の裏で。駐車場の。そうオープンだぞ、いいのかよ。大丈夫大丈夫大丈夫。大丈夫なんだ。デスゲームパズル主催者パズズルだ。やべえ、本物だ。はい。それでは今からお前らにチャレンジしてもらうデスゲームは指掛けじゃんけんだ。指掛けじゃんけん。そうだ。指掛けじゃんけん。そうだ。ルールを説明する。今からお前らに5回戦じゃんけんをやってもらう。ただし初期で勝った場合は2ポイント、パーで勝った場合は5ポイント、うん、グーで勝った場合は0ポイントだ。グーで勝った場合0ポイントだ。そうだ。なるほど。で逆に初期で負けた場合はマイナス2ポイント。あーなるほど。パーで負けた場合マイナス5ポイント。うわ。グーの場合はもちろん0ポイント。指と同じだな。なるほど。そう、指の数だけポイントが決まっている。おお、金を稼ぎたいならパーを出すんだけども、パーを出した場合リスクもあるということですね。そういうことだ。なるほど。早いな。なるほど。逆に安牌でグーで行ってしまったら多額のお金は稼げないということか。そういうことだ。なにー、お前は賢いな。 よくできたゲームだ。そうだ。そうだ。よくわかんねえぜ。そして5回戦やって合計値の差額分相手に払う。例えば緑の髪のやつが5ポイント、鉄人太郎が2ポイントだった場合、相手に多い方3払う。はぁ、噛みすぎか。1ポイント100万ね。そうだ。オッケー。ちなみにアイコの場合、どっちもマイナス1ポイントになってもらう。うわっ。おぉ、なるほどな。全部アイコでこう合わせてやってたら面白くないからな。俺と鉄人太郎さんが2人で半々、5ポイントずつ5ポイントずつで引き分けになるように調整したらダメなのか。そういうことだ。素晴らしい補足説明だ。そうだ、そういうことだ。よく気づくな。素晴らしい。素晴らしい。なるほどな。これマスター、例えば俺が5点で、お、向こうがマイナス2点だったら。あ、いい質問だ。お、マイナス2ポイント分のマイナス分は借金という形で私に払ってもらう。何？何？そして残りの差額の5ポイント分、つまり500万は、うん、ケッツン太郎に払うっていうことだな。なるほど。マイナス分は全部主催者に吸われてしまうということですね。そういうことだ。よくできたゲームだろ。よくできたゲームだ。甘い汁だけすすってやがる。なあ、舐めてるなこいつな。舐めすぎだろ。舐めやがって。ボコボコにしてもいいぞこいつのこと。でも大金を稼ぐチャンスでもあるんだぞ。確かに。これくらいのリスクを負っても確かだろ。君の名前はシルバか。俺はペオシルバだ。ペオシルバか。貴様、大金に目がくらんでパーを出すつもりだな。それはどうかな。なるほどね。もちろん私はそれを踏まえて最初はこれで行かせていただこう。なるほど、うん、よし、それでは準備は整ったようだな。それでは行く。デスゲームスタートだ。よし、掛け声は頼んだ。掛け声行くぞ。準備はできたか。できた。オッケー。よし、行きます。1回戦目、じゃんけんポン。ファッ。なあ、なあ、よし。やるじゃねえか。うん、ザコめ。ははやるな。マイナス2ポイントと0ポイントだ。俺がマイナス2ポイントだな。俺が0ポイントだ。おー、はい、貴様グーを出したな。ということは次はすなわちあれだろ。俺はそれを踏まえてこれを出させてもらう。よし来いよ。よし、それでは2回戦目、うん、じゃんけんポン。なるほど。こちらもマイナス1だ。まずい。まずいな。よしよし、分かってきたぞ。3回戦目、準備できたか。ああ、俺はもう手札は決めている。これだ。俺は今からグーを出す。おお、蛇でいてくれてありがとう。それでいこう。行くぞ。いい。じゃんけんぽん。うらぁ、いけ、いけ。うわぁ。おいおい、おい、大金に乗るじゃねえ。やめろ。お前金のことしか考えてねえな。うるせえ、共倒れだぞこのままだったら。グーを出せバカ野郎。まずいまずいまずい。4回戦目行くぞ。そろそろパーを出さないと元が取れないぞ。うわ、パーを出さないといけないのか。いや、こいつはな、分かっている、シルバー。お前はチョキを出すつもりだな。どうかな。チョキを出すつもりだ。それを踏まえて俺はグーを出させてもらうぞ。それでは、行くぞ。来いよ。4回戦目、じゃんけんポン。うわ、さあ、バカ野郎。バカ野郎。バカ野郎。ちょっと待って。俺マイナス5だぞもう。
俺マイナス何本も3回だマイナ ス, マイナス。おいちょっとお互いパン出すしかプラマイゼロいかねえじゃねえか。いや最後な最後な儲けるか5で欲張るかだ。よし行くぞ、よし行くぞ行くぞ。ラストよじゃんけんぽんうらバカだよねバカだよねゲーム終了だケツンタロウってバカだよねクソチクショー。結果発表テオシルバーマイナス1ポイント俺まだマイナスかよケツンタロウマイナス10ポイントということでテオシルバー私に100万ツンタロウ私に1万しからうざけんなだけ得しんじゃねえか。そうだ俺たちに上手くねえだろこれ。いえいえあなたたちが十分稼げるやつでしたが3回も連続でアイコを出したのが悪いくっそいや残念だったな。しかしうれしい俺頑張ってお金貯めてんのにマイナスじゃねえかよこれじゃおお金貯めれたのにな欲張らなければそうだぞ最初からチョキ出すのが良かったんだぞ。そうだそうすれば儲かってたのに違うだいぶでもだってさやっぱパーで勝ちてえじゃんこんなのはさそれに目くらむやつから負けていくんだこのゲームは。よく言えたなそれお前一番負けてただろそうだぞ1000万だぞ俺はふざけんな。なってんださどうだよパーではなかなか勝てないんだグーが0ポイントだからメリットがないんだよ。ああこれチョキがポイントやなこれ。そう、チョキがポイント。確かにグーで勝つメリットないのか。ないない、出すメリットねえもん、グーなんかこれアフタートークみたいなのもなんデスゲーム主催者とあんまやることないけど。ないよ、ないよ。でも、しょうがないじゃん、間を持たせなきゃいけないんだからよしありがとう降りろまた頑張ってね。おう、ケツンタロウにちょっと残ってもらってもいいか。あ、わかった。おう、シルバーまたまたねおい、ありがとうね。めちゃくちゃおもろなったやんけ。めっちゃおもろなったやん。めっちゃおもろいやん。めっちゃおもろいやん。いやめっちゃおもろいぞこれ。ちょっと協力費払うわちゃんと。ありがとう。あらあらあらちゃんと。1回目はさ、どん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 じゃんけん素早くやらせてたやん。うん。じゃんけんと間の間になんか2人でこう、うん、トークする。お前チョキ出すんだろうみたいな、うん、その隙間あった方が良くないか。なんかあれどうやって作るんだろう、なんか勝手にやってくれるかなと思ったから今回やってくれたじゃんか。うんうんうん、結構そうだね、あの感じでいいのかな。そう、あの感じでお前チョキ出すつもりだなみたいなのを参加者がその空気読んでくれたらめっちゃおもろなる。そうなんだよね、そうなんだよね。そう、だから今回のケースなのよ。めっちゃ良かったよ今回めっちゃ良かった。いや、いや今回超おもろかった。俺もめっちゃ助かった、こういうのをやりたかった僕はありがとう。ちょっと ID 教えて。ID125。ありがとう、めっちゃ改善できたこれ で。いやそうだよ。しかもあの人さ、初見なのに補足説明してくれたやん。そう、すごくないあれ。すごいあれ、すごくないあれ。いやマジすごい。これプレイヤー選ばんとあかんな結構な。いやそんな難しい、僕にそんな力はないよプレイヤー選ばないといけないし、うん、主催者が送り迎えも意味わかんないしなこれな正直あ、ありがとうね500万も。いやこちらもありがとう。いやこれね、かなりルール自体はめっちゃ面白い、うん、なるほど。うん、だからあとゲームマスターがどう導いてあげるかやね。あね、そうだね。うん、これいいぞ。ちょっとすってくわ、やってみるわ。うん、頑張ってね。ありがとう。はい、ね、またまたね。はい、あれズズさんなのかよバカおもれがった。